ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、蛇の化身の少女に取り憑かれていた話など、3話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、当チャンネルの怖い話をより楽しんでいただけるメンバーシップの会員募集中です。詳しくは概要欄をご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、夢に出てくる女、お札、田舎の不思議なお姉さんだ。お札って、なんだか直球なタイトルね。確かにな。だが、非常に興味深い話だぞ。それでは聞いていただこう。俺自身、まだ信じたりはしてないけど、まあ、話半分に聞いてくれ。まず断っておくと、俺は幽霊を信じたいとは思うけど、だからこそ全力で否定するという人種。いてほしいと思う反面、素直に信じれないので、科学的な理由をつけられない現象に遭遇したい。だから、そういう心霊スポットとか巡ったり、逆物語したりして、心霊体験をしようと探し回ってる。不思議な現象があっても、科学的な根拠を見つけようとする。おかいた住人的には、好ましい人種ではないかもしれない。で、そんなある日、特に心霊関係ではない、オフで知り合った A という男がいた。彼と会ってすぐ、何か霊的なものがついてる。って言われたのよ。会ったのは、それが初めて、どうやら神社の息子らしいことは、ネットを通じて知っていた。しかしまあ、初対面の人にそれを言われても、根本が疑う気質なので、ああ、痛い子だ。いや、もしかしたら、詐欺かも、くらいに思ってたわけだが、同時に好奇心も抑えきれなくなる。同時に心霊スポットでヤクザに追いかけられた経験より、怖いことはないと思ってた。ふーん、どんなのがついてるの？黒髪の女の子がいいな。最初はそんな返事をしたと思う。けど、彼は首を振って。確かに女だけど、髪は長くて白いな。なんか人工的に塗ったような色。いや待って、蛇？ここで少しドキリとする。中学生の頃から、何度もそんな女の子が出てくる夢を見ているんだ。真っ白い髪の毛で目が赤い、アルビノの女の子。17歳くらいで特別可愛いわけじゃない、ちょっときつい印象の顔つき。しかも、たまに白い蛇の姿か、犬と人間の間の子みたいな、気味の悪い怪物になることもある。でも、どんな姿でも夢の中では、その女の子だと認識してる。特に何かしてくるでもなく、役柄や服装も夢ごとに変わるため、心霊関係だとは思っていなかった。夢の常連キャラ？程度に思っていたので、この夢の話は誰にもしていない。そこで、ちょっとだけ興味が湧いた俺は、少し話を聞いてみることに。ついてるって、どういう感じ？背後霊みたいな？なんて言ったらいいんだろう。お前に興味があって、ついてるんじゃないかな。悪意は感じない。じゃあ、ほっといたらいいんじゃね？いや、取り付いてるのは確かだから。何かあるといけないし、お祓いした方がいいって。その後、しばらく話して、父親に見てもらって、できれば除霊しよう、お金は取らない、と、そういう話になった。この時点で、俺は少し興ざめしていた。結局、お祓いして金払えって言ってくる、一種の詐欺じゃねえ？と、そういう認識になっていたんだ。まあでも、夢の登場人物を言い当てたことには、ちょっと驚きがあり、時間もあるから、そのまま、そいつの神社へと行ってみることに。ただでしてくれるって言うし、金を取られそうになったら、逃げればいい。幽霊は信じないが、興味はある人間の標準的な反応だと思うが、そう考えていた。俺のうんぼろ系で10分くらい走って着いた神社は、結構大きな神社だった。本堂って言うの？に案内されてから少し待たされ、A は人柄の良さそうなおっさんを連れてきた。多分、父親だろうと挨拶をすると、おっさんは、なぜかしきりに外を気にしている。な、何か？随分すごいものを連れてきたみたいだね。何か怖い目にあったかい？いえ、特には、この曖昧な会話、どうせコールドリーディングだろう？くらいにしか考えていない。まあ、とりあえず。何か言いかけた途端、パン、という、紙風船が割れたような、乾いた音がした。疑問に思いながら周囲を見渡すと、妙に焦げ臭い。お香か何かかと思ったが、それにしては臭いし、妙だ。が、そんな疑問も、おっさんの狼狽具合が半端なくて、すぐに消し飛んだ。おっさんは、しきりに周囲を気にして、先ほどより輪をかけて狼狽していた。その上、油汗をたらーっと垂らしていたのが、かなり印象的だった。すまない。来たばかりですまないが、もう帰ってくれないか。え？でも、今度もっとすごい人を紹介する。だから、今日は。いや、さっきの音、何なんですか？ちょっと待っててくれ。少し離れて、部屋の隅にあった森氏を、思ってくるおっさん。
その塩は斜めに焦げたような筋がついていて、どうやら焦げ臭いのは、それが原因だったようだ。なんて言うんだろう、森塩にガスバーナーを至近距離で当て続けるとこうなるかも。って感じ。こんなものは初めて見た。すまないが、私の手に負えるような代物ではない。はぁ？この後、何の収穫もないまま返されるのも尺で、その例について、いくつか聞き出そうとするが、全くダメ。そんな調子だから、来てすぐだったが、返されることに、紹介するという人も、なんだか、今日が冷めてしまって、断った。というか、なんか、担がされかけて、都合が悪くなったんじゃねえか？程度に考えていた。ぶっちゃけ、森塩も仕込みだとすら思っていた。ただ、今思うと、確かに夢の中で、あの女の子が無表情以外の表情をしたことはなかった気がする。まあ、そんな事件は数年前の話。それから被害らしい被害もなく、つい先日まで忘れていて、相変わらず時折夢に女の子は出てくるけど、実害もなく過ごしていた。で、一週間前、家から離れた心霊スポットと噂される廃墟に探索に行っていた。廃墟が好きな俺は、心霊スポットとか関係なく廃墟に入っては、写真を撮る趣味があったんだ。昼間だし、大して恐怖もなく、いつも通りに写真を撮ろうと中に踏み込んだ瞬間。いやー。という男性の悲鳴が聞こえた。昼間というのもあったかもしれない、幽霊だとか、そういう思考は微塵もなくて、ただ、事件だ、と、反射的に考えて、声が聞こえた廃墟の2階に向かって走り出した。そこは山奥で人通りも少ないから、さ、人事件とか、そういうことがあっても、おかしくない雰囲気だったんだ。懐中電灯を武器のように構え、深呼吸して2階に入るが、何もない。部屋は3部屋あったんだが、どの部屋を見ても人の気配すらしない。しかし、どう考えてもあの悲鳴は、2階から聞こえてきた。百歩譲っても、建物はこの辺にここしかないし、高い位置から声が聞こえるとしたら、ここだけ。おかしいなぁ。確かに聞こえたんだけどなぁ。と、近くだったドア側の壁を見ると、そこにはあの時の森塩と同じ、ガスバーナーで描いたような線が斜めに引かれており、それを見つけた途端に、あの時の焦げ臭さを感じた。とまあ、それだけ。直接的な被害もなければ、俺が聞いた悲鳴だけが変とも言える。似たような現象は、この2件しかない。一週間前のも、悲鳴さえ気のせいかもしれないと思い始めてたんだが、今朝、あの女の子の夢を見て、数年前のことを思い出した。ちなみに、夢では無表情で愛想が悪い、マクドナルドの店員だった。オカルトに解釈すれば、ついた霊が、俺ってものに手を出しそうだった霊をこ、す。ってのはおかしいか、破壊しちゃったんじゃねえかなぁと、考えたわけだが、どうだろう？こんなことがあっても、幽霊は信じてないんだけどね、怖い思いもしてないし、ただまあ、妙だなぁって経験だったので、投下してみた。昔の話であまり怖くないが、思い出すことがあったので吐き出してみる。私と歌友 A は共に霊感。互いに趣味で書いたのを、ハックスで交換し合う仲だった。しかも私は、曰く月物件への当選確率が高いらしく、当時は夜になると誰もいない台所で、洗い物をする音が聞こえたり、きっちり閉めたドアが勝手に開いたりするけど、立地条件最高な部屋に住んでいた。地上波で、初めてリングが放送された時のこと。放送途中からピシッ、ピシッと聞き慣れないきしむ音が天井の角から響き始め、映画終了後にテレビを消して漫画を読んでいると、いきなり甲高い女性の笑い声がテレビのスピーカーから響き、ドア向こうの廊下では子供が走るような音が聞こえた。私は見えなければ OK だし、見たこともなかったので気にせず、トイレ行ってから寝ることにして廊下に出たら、思いっきり知らない子が廊下の真ん中に立ってた。初のお姿発見も、透けてたが、貞子よりも可愛い幼女だったからよしとして、すり抜けてトイレへ。終わってから、トイレ前で待ち構えていた幼女には、さすがにパニックになって、慌てて部屋に戻り、半泣きで A に電話して助けを求めた。A は、落ち着いて話を聞いてくれ。少し待ってろ。と頼もしい言葉を残して、電話を切った。しばらくすると、ハックスが送られてきたので見ると、お札、悪霊退散と書かれ。他には、左手で書いたような、落書きが書かれていた。全然心配してくれてないのがありありとしてて、再度 A に電話したら、張って寝ろ。寝れば見えない。と冷たくあしらわれ、こっちも、それでやけになって、ドアに張ってベッドに潜り込んだ。音は、ピタリと止んだ。それどころか、翌日からは、洗い物の音は聞こえず、ドアが勝手に開くことさえもなくなった。A の落書きお札は、部屋を引っ越すまでの数年間、
感熱紙が劣化すると新しいのを送ってもらって張り替えながら、ずっとドアに貼られたままだった。引っ越し先での現象にも、A の家に行って、直に書いてもらった。強化版落書きお札は、やはりかなりの効果があった。それから5年経っての、ここ数日、寝ようとすると、毎晩知らない女に乗られて困ったので、額の後ろに貼ってたお札を確認したが、なぜか A のお札が見当たらない。一人暮らしなので、誰かに捨てられるはずない。A は去年から、全く連絡が取れなくなってる。びっくりするほどユートピアに安眠生活をかけてみるべきかどうかが、今最大の悩み。小学2年生の頃の話。俺は、小さい時に母ちゃんが死に、親父に育てられてた。父子家庭が原因か内向的な性格で、小学校でも壮絶ないじめにあってたんだ。1年生の頃からずっといじめ続けられ、とうとう2年生で登校拒否になった俺は、一時的に母方の実家の田舎に預けられた。その田舎ってのがものすごい田舎で、まだ日本にこんなところがあるんだなって思ったよ。とにかく、そこでのんびり過ごすことになった。過疎が進んでて、地域にいる子供は、高校生が2、3人いただけだった。まあ一人が気楽だったし、虫好きだった俺は、よく虫取りに出かけてた。周りは虫の宝庫だったしな。そんなこんなで半年ぐらい経った時かな ?8 月だったと思うが、一人の女の人と知り合いになった。20代後半から30代前半だったと思う、黒髪の長い綺麗な人だった。きっかけは、向こうから俺に話しかけてきたこと。僕、ここら辺の子じゃないよね?夏休みで来たの?しどろもどろになった俺を察してくれたのか、虫かごに目線を向けて。あ、いっぱい捕まえてるね、見せてくれる?俺も虫の話なら大好きだったから、その人にいろいろと説明してあげたりした。その人は相槌を打ちながら、すごいねー、へえ、とか言ってくれたっけ。他人に褒められたことなんてなかったから嬉しかったな。その日から、そのお姉さんと遊ぶようになった。一緒に虫取りに畑に行ったり、川に行ったりしてた。待ち合わせはいつも川の近くのお地蔵さんの前。じいちゃんばあちゃんにお姉さんの話をしたら、ああ、夏やから〇〇さんちの娘さんが帰ってきとるんやろ。迷惑かけちゃいかんよ。って言ってた。超過疎状態でよそ者も来ない土地だったから、そんなに気にも留めてなかった。お姉さんは不思議な人で、あんまり自分の話はしなかった。俺が家族の話とか聞いても、全部うまくはぐらかしてた。でも俺の話は親身に聞いてくれて、学校でいじめられてたこと、母ちゃんがいないこと、じいちゃんばあちゃんにも言わなかった、弱音もよく吐いた。俺の愚痴を聞き終えると、優しく慰めてくれた。俺はお姉さんが母さんだったら、とよく思ったよ。そうお姉さんに言うと、なんか悲しそうな顔してたな。でもお姉さんと出会ってちょっと経った時から、不思議と体調が悪くなり始めた。最初は風邪かな、と思ったけど、熱はないし大丈夫だろうと考えてた。何よりお姉さんに会えないのが嫌だったし、気分が悪くても、お姉さんとのいつもの待ち合わせ場所に向かってた。でも、体調はどんどん悪くなり続け、じいちゃんばあちゃんも心配になったのか、俺を家で寝かしつけておくも、一向に良くならない。俺は俺で、お姉さんに会いたいと、ずっと文句を垂れてるから、じいちゃんが、そのお姉さんの実家であろう家に電話をかけた。電話をかけ終わると、じいちゃんは突然焦った様子で、お前、誰と遊んどったんや?〇〇さんちの娘さん、今年は帰ってきてないってぞ。その人の名前は?どんな人や?って聞いてきた。俺は混乱しながらも、よく考えたら、名前は知らなかったことに気づいた。とりあえず特徴を告げると、急いでまた電話し始めた。俺は何をそんなに焦ってるんだろうと思ったけど、よく考えたら知らない人間がいるなんて、ありえない地域だった。周りは全員知り合い状態だし、よそ者が来たらすぐにわかる土地。まして、知らない人が住んでいるなんて、なおさらありえない。でも、小さい俺は、それがよくわかんなかった。結局、そんな女性はいないとわかり、じいちゃん、ばあちゃんも相当不気味に思ったのか。その日から、俺はお姉さんとの待ち合わせ場所に、遊びに行くのはやめさせられ、家の近くで遊ぶようになった。それに、少しはマシになったものの、体調は相変わらず悪かった。本当はお姉さんに会いたかったけど、これ以上、じいちゃんばあちゃんにも迷惑をかけられなかった。その日も家の裏の畑で虫探ししてると、昼頃に、〇〇くん、こんにちは。って、お姉さんが突然やってきた。俺はもう嬉しくて、また一緒に虫取りして遊んだ。でも、なぜかわからないけど、俺はあんなことがあったにもかかわらず、お姉さんの素性を、一切聞かなかった。それに、ちょっと遠くには、じいちゃんばあちゃんもいたのに、じいちゃんもばあちゃんも、お姉さんに気づいてないようだった。
それで、その夜思い出したように、聞いてみたんだよ。なんで昼間、お姉ちゃんと虫捕りしてたのに、何も言わなかったの？って、そう言うと、二人は突然青ざめ始めて。昼間って、お前、一人で遊んでたろう？じいちゃんもばあちゃんも、お前が遠くに行かんか、ずっと見とったぞ。二人は、どんどん顔がこわばっていって、じいちゃんは、急いで親父に電話し始めた。悪いけど、まるまる、お前はもう、お父さんのところへ帰れ。もうここにおっちゃいかん。って言った時は、本気で絶望したな。ここからは、俺が大きくなってから聞いた話だが、この時は、ずっと昔に子供の神隠しが多発してた場所なんだと。どうやら、友達が少ない子ほど、神隠しに会いやすいという伝説があったらしい。そして、神隠しに会う子は、いなくなるちょっと前から、原因不明の体調不良に襲われるんだと。でもじいちゃんは、どうせ友達を多く作るための方便と思ってたらしい。だけど、神隠し云々に関わらず、じいちゃんは当時の俺を、どうもおかしく感じたらしく、帰らせることにしたと。ダダはこねたものの、結局は、一週間後に帰ることになってしまった。帰ることが決まった一週間、俺は家を一歩も出ることができず、ずっと家の中にいさせられた。ばあちゃんは相変わらず不安そうだったが、俺はお姉さんに会えなくなることを、ずっと悲しんでた。そして、帰る当日の朝、親父の迎えを待ちながら、庭の縁側で泣きながらうずくまってると、突然、お姉さんがひょっこり現れた。おかしいとは思いつつも、恐怖とかは微塵も感じなかったな。まるまるくん、どうしたの？って、いつものように優しく話しかけてきた。俺は、もう帰らなくちゃいけないことを伝えると、寂しそうに。そっか。でも、それがいいと思う。大丈夫、お姉さん遠くで応援してるから。って言った。最後に俺が、ここに来たらまた会えるかって聞くと、悲しそうに首を横に振って、歩いて庭から出て行った。それから家に帰った俺は、なぜかいじめにも合わなくなり、体調も良くなり、普通に暮らすようになった。でもあれからは、一度もお姉さんとは会ってない。これが、俺の話の全部。結局、お姉さんは何者かわからなかった。幽霊かもしれないし、神隠しの使者かもしれない。神隠しから、守ってくれたのかもしれない。普通の人間だったのかもしれない。昔の話だから、ところどころ違うかもしれないが、本当に不思議な体験だった。今思うとちょっと怖いが、当時はお姉さんのことを、怖いとは思わなかったな。俺が十数年前、本当に体験した話です。二話目、最初は冗談みたいな話って思ってたけど、A さん、やばくない？ああ、もしかしたら無意識に何らかの力をお札に込めていたのかもな。でも、それを上回る力の悪霊が、まずは A さんを。投稿主は、早く A さん探さないと。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか？1、1話目、夢に出てくる女。2、2話目、お札。3、3話目、田舎の不思議なお姉さん。4、その他。よろしければ、皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。